なんだこれ、俺が動く、あれちょっと待って、西村さん今何やってるんですか。これ今俺流チャンネルの、はい、こうタイトルを iPad で描いてみようっていう、ちょっと絵に表したくなって、はい、そういう挑戦をしてるんですけど、何せ私これで描くの初めてなんですよ、はい、いつもこの画用紙になるほどね、はい、ペンで描いてるんで、うん、ちょっとこのなんかさ土台がもうさ動くんですよ。では楽しい。でも初めてですもんね、このアプリ使うの初めてです。え、これって何にでもあるんですか、こういうパッドみたいなやつだったら。あ、ありますあります。うん、でも大体はありますよ。え、ってことは、うん、私が持ってるやつもある。はい、ダウンロードすれば。あ、ダウンロードするのか、はい、どんな感じに仕上げようって考えてるんですか。なんか俺流チャンネルの中でこう私が叶えていきたい感じのテンションを、うん、詰め込めたらなって思ってて、うん、だからちょっとまずはあれですか、西山食堂として。そうですね、やっぱり西山食堂は絶対やりますよっていう。ここでおしまいにします。なんかどん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 隙間に見えてきちゃうからリリー初パッドペイント、すごい。ちょっとコンセプトとかいろいろ教えていただいていいですか。コンセプトは西山真紀の俺流チャンネルへの自分の今のテンションを書いてってみたらこうなりました。なるほど。だからワクワクしてるし、ウキウキしてるし、いっぱい楽しみたいっていう一枚です。なるほど、はい、すごい。料理の絵もあって、料理もあって乾杯もあって DIY のこのね、まあ、これはお家になっちゃってるけど、ものづくり作っていこうっていうのと、あとは見てるだけでハッピーな感じな、このいろんなキャラクターだったり食べ物だったりみたいに、このチャンネルの中もハッピーな感じに届いたらいいなっていう思いを込めて、私がお迎えしますということで、こんな感じになりましたね。あとはまあ娘2人とも楽しんでいきたいし、お子さんがいらっしゃる方とも楽しんでいきたいので、欲張りに行きます。はい、はい、いろんなものを、はい、ありがとうございます。楽しかった。ちょっと長くなっちゃってすいませんでした。全然大丈夫です。これじゃあこのイラストはあの番組のなんかオープニングとかで使わせていただいていいですか。使いたいですね、うん、オープニングか最後登録お願いしますも入れといたんで。 ありがとうございます。 最後でもいいし最初でもいいし、どっかに記念として入れられたらめっちゃ嬉しいです。わかりました、よろしくお願いします。